クレマン・トゥルパンは、フランスのサッカー審判員。2010年から FIFA フフに登録されている審判であり、2012年から UEFA エリートグループの審判を務めている。2010年に FIFA フフに登録され、2014年と2018年の FIFA フフワールドカップヨーロッパ予選の主審を務めている。UEFA ヨーロッパリーグ2010から11から、 UEFA クラブ大会の審判を務めている。2016年5月、トゥルパンはフランスサッカー連盟から最高のフランス審判に選ばれた。同年、彼はフランスで開催された UEFA ユーロ2016で審判を務め、ブラジルで開催された2016年リオデジャネイロオリンピックのサッカー競技、男子に UEFA から派遣された5人の審判の一人となった。 翌年、トゥルパンは、インドで開催された 2017FIFAU-17 ワールドカップで審判を務めた。2018年3月29日、FIFA は、トゥルパンがロシアで開催される 2018FIFA ワールドカップで主審を務めることを発表した。2020年7月4日、レフスキソフィアとスラビアソフィアの間で行われた、ソフィアダービーを担当した。 2021年5月26日、ビジャレアルとマンチェスターユナイテッドの間で行われた2021年の UEFA ヨーロッパリーグ決勝戦を担当した。ありがとうございます。